皆さんこんにちは。耳鼻科の山蕎麦です。ですね、私が医学部に入ったのが1983年で、1982年、今から35年前の夏にですね、私もちょっと大阪の片田舎の公立学校だったので、ちょっと夏に駿河台予備校というところにちょっと夏夏期講習受験に来てて、一日抜け出してここ来てですね、あ、ここに入るんだと思ったことがあります。で、皆さんも多分東大に来て、今日はキャンパスオープンキャンパスで、講義を聞きながらですけど、将来ここで勉強するんだという気持ちだと思いますので、皆さんのことを高校生だとか、今後受験すると思わずに、もう大学の石の、なんていうかな、卵のつもりでちょっと今日は講義したいと思います。で、今日は難聴と耳の話ですけど、これが耳の構造と働きになります。で、ですね、外側から耳の穴、鼓膜というふうに順々にあるんですけど、例えば聞くというこの音ですね、音っていうのは空気の振動で、太鼓を叩いたりするとですね、ビリビリビリっと響くようにエネルギーがあります、音波ですね。で、それが耳の穴を入ってきて鼓膜に到達し、中で後で言いますけど、耳小骨という小さな骨を振動させ、そしてそのエネルギーがこの蝸牛という耳の中の感覚細胞というところに入って、そこで音のエネルギーが電気信号に変換されると。これ例えば近く触ったら分かるというのもですね、触ったというこの物理的エネルギーが電気信号、神経興奮に変換して脳に伝わるわけですね。同じことが起こると、その、いわゆる皮膚とかそういうところにあるような知覚の感じる細胞が耳では、耳の中の蝸牛というところにあるというのが違いですね。で、そこで感じたものが脳に伝わって音として伝わるということになります。で、それ以外にですね、ここに蝸牛って書きましたけど、ここに三半規管とかですね、前庭という体のバランスを感じる器官もあって、耳では音を聞くというようなことと、音を聞くだけで言葉が分かる、そういうことと体のバランスですね、障害されるとめまいということになりますけれども、皆さんが目をつぶっててもちゃんと立ってられるのは耳がちゃんと働いているせいだというような機能を司っています。で、これも簡単な解剖の話、学生さんには話するんですけれども、こういうふうになってますが、じゃあ耳の穴ってただ単に穴だけかというとですね、実は筒になっているので、ここにありますけど、低い音から高い音までプロットして、これ音のエネルギーのことを上に書いてますけれども、ただ単に音が入ってくるだけでも心の中で共鳴し合ってある程度の大きさになるというような構造をしています。ですので、ただ単に穴が開いてるから同じ耳の外の音と鼓膜に伝わる音は同じ音の大きさではないということなんですね。増幅されているということになります。で、これが耳ですね。と、皆さんお互いの耳見たことないと思うんですけど、これ鼓膜です。で、上から下までだいたい1センチあるかないかですね、1センチなくてだいたい8ミリから9ミリぐらいなんですけれども、すごく透き通ってる薄い膜です。で、この鼓膜っていう中には、ここに書いてあるように3つの音を伝える骨があるんですけれども、それがこの2番目のここにある骨ね、それがここに透け通って見てます、見えてます。ですので、すごく薄い膜であると。なので、鼓膜が穴が開いたとかね、叩かれた穴が開いたって言いますけど、パーンという叩かれただけのような気圧の変化だけでも破れてしまうぐらい薄い膜だということになります。逆に言うと、それだけ薄くないと音のエネルギーを振動として上手に伝えることはできないと。分厚くなればなるだけエネルギーが伝わっても振動しにくくなるということはイメージで分かりますよね。そういうふうに薄くなっているというのが特徴です。で、これが中にある骨の解剖ですね。こういう3つの骨、こう形からこれハンマーに似ているので土っていうふうに言われてますし、これは農耕器具のキヌタっていうのに似ていると、キヌタコスと言われてて、これは最後の骨はアブミコスと言います。こう馬に乗るときに足引っ掛けるのアブミって言いますよね。それと似た形してます。で、例えばこの骨が一番人間の体で小さいんですけれども、ここからここまでの長さは4ミリあるかないかですね。で、この幅も2ミリあるかないかぐらいなんですね。なのですごく小さい骨がこういうふうに組み合わさっているということになります。で、ちなみに哺乳類ではこういうふうに3つの骨がありますけれども、鳥ではここの骨は1つだけというふうに、発達してくることによってですね、文化が進むことによって耳の構造も変わってきているというふうに特徴があります。で、ただ単にじゃあ音を伝えるから骨で別に1個でもいいんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、この鼓膜の音に対して順々に伝わっていった最後の神経に入るところのですね、面積、大きな鼓膜に対して受ける面積が小さくなっているんですね。
で、この小さくなることによってここで受けたエネルギーを圧縮してここに伝えると、これがだいたい20対1ぐらいの大きさなので、まあ、ログの 20ですねぐらいの大きさの違いが出るということで、だいたい面積に対して25デシベルの違いと、まあ、音の大きさから言うとですね十数倍違うというふうになります。で、またですねこの3つの骨のがちょうどここの中心にしてですねブラン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 と揺れて伝わるんですけれども、その伝わる軸のところからの長さもこちらに対してこちらが短くなっているので、そこでも圧縮されるということがあって、ここでもわずかですけれどもエネルギーが増えていると。なので鳥は1本しかないということから考えると、このわずかですけれども哺乳類では音を増幅する、まあ、効果がね増えているというようなふうになっています。まあ、こういうことが、まあ、比較解剖とかするとですねよくわかるということになりますけれども、人にはこういうことだと、まあ、医学部なのでそういうことを教えています。で、実際にどういうふうに聞こえているかちょっと見てみようと思いますけれども、耳は外耳、中耳、内耳の3つから成り立ち、これらが一緒に働くことによって音が脳まで届きます。正常な耳の場合、音は外耳によって集められ、音の波として伝わり、外耳道を通って鼓膜に送られます。音の波は鼓膜を振動させ、その振動が下乳内の有毛細胞を動かします。有毛細胞はこの振動を電気信号に変換し、その電気信号が聴神経によって大脳に伝えられ、音として認識されます。で、今のその音が電気信号に変換されるところ、ちょっとあの絵ではね示してませんでしたけれども、これあの今の蝸牛っていうところをまあ固定してですね、人の蝸牛ですけど固定して、で骨を外して中の感覚上皮ってところを操作電検って言ってですね、操作電子顕微鏡っていうのを見たものです。で、耳はですね2回転半こう人間の場合にはあるんですけれども、その表面をですね拡大して見てみると、こういうふうに細胞が1列、ね、ここ3列に並んでますけど、3列に並んでて、さらにその下に土台の細胞があります。で、この感じるところの表面にこういうふうに毛が生えてます。それを拡大したものがこれですけれども、これ長毛っていってですね、ここのところで、まあ、カリウムイオンが中に入ることによって、この下の細胞が興奮するということになります。これ普通の光学顕微鏡で、まあ、拡大してみるとですね、ここに音を感じる内有毛細胞っていうのがあって、ここも上に毛が生えてますが、さらに外側に外有毛細胞っていう3列のものがあって、この2種類はちょっと働きが違う、後で説明しますけど、そういうふうになってます。で、音が入ると実はこのエネルギーがね、この基底板っていってこの上でこう揺れるんですね。揺れることによってこの毛が、まあ、揺らされることによってイオンが入っていって細胞が興奮するというような形になります。もうちょっと詳しく説明しますと、まあ、これが音を感じる内有毛細胞ですね。で、これは音を感じるというよりも興奮するんだけれども、興奮した時に伸び縮みすることによって、実はこの基底板の振動を増幅させるような働きがあります。あのブランコに乗った時にただ単にね揺れてるだけだと、あのブランコは大きくなりませんけど、足で蹴ると、動機に合わせて蹴ることによって揺れが大きくなりますね。これは伸び縮みするときがこれと同期することによって、この振動を増幅するという働きがありまして、あります。あとでちょっと動くのを見せますね。で、この2つどういうふうになっているかということなんですけど、この有毛細胞、先ほどの毛が生えているというのを見せましたけれども、この毛と毛のですね、これ拡大したものですけど、毛のところに細い、まあ、糸みたいなもの、ストリングと言いますけれども、あります。こういう模式ですけれども、こう3列に縦が立ってて、それぞれのところにこういう細いのが立っている。で、ここの立っているところの入り口のところに小さな穴が開くんですね。そうするとこれを例えばこっちへ倒した時に、これが引っ張られてここの穴が開きます。開くと周りにあるカリウムイオンがこの穴から細胞の中に入っていって、カリウムイオンが膜電位を変化させてこの細胞が興奮すると、そういうことを起こします。で、これ古典的なデータなんですけれども、この有毛細胞をこう右へ左へと毛をこうやって動かすとね、そこから取った神経活動を見ると、
細胞自体の膜電位はこう押した時に脱分極して逆の時には過分極と膜電位が変わるということが分かってて、同時にその下についている神経繊維の神経放電を見ると押した時にバリ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 と、で反対に倒した時には抑制されるというようなことが昔のデータで分かってました。ただ何で起こるか分かってなかったんですね。で先ほどこう基底板の上にこう細胞があると言いましたけれども、こう揺れることによってね、揺れた時にこの上に蓋するような膜がんですね、もう一遍ちょっとお見せしますけど、ここに膜がありますが、ちょっとこうこれはね固定してるようにちょっと外れてますけど、実はこうぴったりついてるんですね。そうするとこう揺れる時にこっからの距離が若干違いますよね。こっちへ上がった時と下がった時で若干だけれども相対的な位置関係がずれると、毛が押されたり引いたりするということがここで起こるので、その時にここの糸が引っ張って穴が開いてカリウムイオンが入って細胞が興奮するということが起こります。ですので私たちは例えば1秒間にですね、まあ、例えば僕であれば、まあ、皆さんであれば 50Hz から2万Hz、まあ、2万 Hz はもう聞こえないかなと思いますけど、まあ、50Hz から2万 Hz、 要するに1秒間に2万回の振動する音を聞き取れるんだけれども、刺激された時の興奮っていうのは細胞っていうのはそんなに常に興奮できないので、まあ、不能期って言ってあんまり興奮しなくなるんだけれども、こういうふうな機構があることによって高い周波数の変化にも対応するように細胞が興奮したり興奮が抑制されたりということが起こります。で先ほどですね、この外側の3列の細胞は別のことをするって言いました。こう揺れる時に伸び縮みすることによってこう振動が変わると言いました。この音が入った時の基底板の揺れを見たものなんですけれども、この細胞が全部死んだ時の振動っていうのはこういう振動なんですね。普通に受動的な反応なんだけれども、この細胞があるとそれを計測するとこれだけ振幅が上がるということが分かってます。実際にどんなふうになるかというと、これはその取ってきた細胞の周りに電流を流しただけなんですけれども、電流を流すとこの細胞の表面近くにある膜の構造が変化することによって電流と同じように伸び縮みするということが分かっています。ですのでこの細胞をね、外側にある細胞は実は伸び縮みすることによってこう興奮を増幅するということが分かってて、これは大きな音と小さな音との時の、まあ、この基底板の振動を見たものなんですけど、音を上げていくと基底板の振動っていうのは細胞がないと普通に物理的エネルギーに沿って、まあ、リニア、まあ、比例的に上がるんだけれども、この細胞がある時だと音を小さくしていってもあるところからは予想するよりもより大きく振動するというデータもあります。ですので小さな音になってもより感受性を上げるようにというふうに、こういうふうな特殊な機構があるというのが耳の特徴です。でこれが障害されるとどうなるかというのは病的な意味はどうかということは医学部ではより詳しく説明します。で、まあ、今日は簡単に端折りますけれども、まあ、そういうふうにして聞こえた音っていうのは耳で聞こえるだけじゃダメなので、耳から脳まで行かなきゃいけないですね。で耳の中に聞こえた音は神経を伝わっていって、こう脳幹って言ってね、と胸って言いますけど延髄の上のところですね、そこのところで蝸牛神経の核に乗り換えて、さらに上オリーブ核とか蝸牛とかっていうふうに乗り換えていって、最終的に聴皮質、そして聴皮質に伝わったものは聴覚連合野と言われているさらに中枢のところで、まあ、言語の情報処理とか、まあ、いろんな複雑な周波数の処理とかをするということで、まあ、私たちは音を聞き取っていると、まあ、会話もできると。で後で難聴になった人の話をしますけれども、音が聞こえるだけじゃ会話はできないんですね。いろんな詳しい情報を聞き取ることによって会話しているわけですね。私がこんにちはって言っても、あなたもっと高い女の人がこんにちはって言っても、私たちはそれがこんにちはであるという情報を聞き取ってますけど、音の情報としてはものすごく違いますよね。こんにちはというゆっくりな言い方であっても、高い声でこんにちはって言っても、まあ、こんにちはと理解するのは、そういうふうなパターン認識を私たちは学習によって取り込むことでコミュニケーションに使っているということなので、ただ音が聞こえるだけでは会話できなくて、長いうちに学習する能力が中枢で積んでいるから分かるということになります。で、じゃあ難聴ですね、今言ったような正常な機構が障害されれば当然難聴っていうのは起こるわけです。で最初に音のエネルギーが入っていって
電気信号に変換されて脳に伝わると言いました。でまず音が伝わるところ、そこでも障害が起こることがあって、それが音の伝わる障害なので、音の伝わる難聴、電音難聴と言います。でそこから中の神経の障害は音を感じる部分の障害になるので感音難聴と言います。これ最初の絵ですけれども、耳の穴があって鼓膜があって耳小骨、ここまで音を伝えるものですから、ここに障害があれば音の伝わる難聴になり、そこから後の先ほどの神経とか細胞が痛むとね、音を感じる難聴になります。例をお見せしますけれども、こう例えばね、電音難聴、ここから外の部分ですけれども、そうすると例えば皆さんが今耳の穴を指で塞いでも聞こえなくなりますよね。音入んなくなるわけだから、そうすると耳の穴がなくなっても、例えば耳垢が溜まっても何があっても難聴になるし、伝わっていった例えば鼓膜が破れちゃって穴が開いても振動がうまく伝わらないよね。中にあるこの音を伝える骨がなくても、または周りとくっついちゃって動かなくても難聴になるよね。で例えば耳の中に水が入っても聞こえ悪くなるでしょ。こう鼓膜の向こう側に水が入っても聞こえ悪くなります。でこう中耳炎とかだとね、鼓膜の向こうに膿がたまるので難聴になると。なのでこういうふうなことで、こういろんな理由を考えるよりも、こうパターンでやられればいろんなことっていうのはいくらでも考えられると。でもまあ代表的なものを医学部だからお見せしますと、例えば耳の中に穴が、こう虫が入ったりね。そうすると、まあこれ入ってるだけならあれなんだけど、本当に充満しちゃったりとか可能しちゃったりすると耳詰まったりするわけね。なのでこういうの来たら殺して取ると。ちょっとこれびっくりの、ちょっと眠気覚ましのね、ですね。であとは、例えば耳の穴がね、生まれつきないという子もいます。こちらは正常な耳で耳たぶがありますけど、こちらには耳たぶがないということはわかると思います。CT でね。でこれが両方ともない子の耳ですけれども、ね、ありません。でこれをもっと奥まで見ると、CT で見ると骨がちゃんと開いてて耳の穴があるけれども、こちらには穴がないということがわかると思います。でもこういう子たちも耳の手術をして、これは肋骨のところ軟骨で耳を作るんだけれども、耳を作って耳の穴を作ってあげれば音がまた、ね、正常とは言わないけれども十分音が入って聞こえるようになると、そういうことをと我々、まあ、外科医はするということになります。で他には例えばサーフィンなんかしている人の場合ね、こう骨がどんどん盛り上がっちゃって穴が塞がっちゃうような良性の腫瘍もあるし、あと体中でほとんどの場所にはがんができます。耳鼻咽喉科ってがんがないんじゃないかなと。皆さんの知ってるがんって肺がんとか胃がんとかね、大腸がんとか、最近と膵臓がんとか、そういうの聞いたことあると思うんだけど、ね、体の中でがんのできない組織ってほとんどありません。こう耳にも外耳道がんって言ってがんはできますし、鼻の中でも喉の中でもいろんなところにがんはできるんですね。でこういうふうながんになる場合にも、こう耳詰まって聞こえないというだけじゃなくて痛くなります。でどうするかと、まあ、もちろんね、大きく進行しちゃってれば手術で取れないという場合には、まあ、抗がん剤使ったりとか放射線治療とかしますけれども、取れるような場合には取ります。例えば先ほどのような限局した場合、例えば耳の穴を切ってこう耳の穴から外側を全部めくるとね、ここの中にがんがあるわけですね。そうするとここのところを筒状にして切り取って、これが取る前で、これ取った後ですけれども、取ったのを拡大してみると、これ耳の骨ですね、中詰まってて、ここにあるのが鼓膜についている土骨、ちっちゃいけどね、見えにくいかな、土骨があって、骨ごとがんを全部スコンと取るということをしてしまえば、手術でがんは完全に治るということになります。ですので、まあ、こういう病気でも難聴っていうのは起こるということですね。であと、まあ、皆さん、まあ、何か経験あるでしょう。こっち急性中耳炎ね、可能すると鼓膜真っ赤になって耳が痛いね、膿がたまる、こういうものでも難聴になりますし、あとその後ね、治りが悪かったりすると、鼓膜の向こうが炎症は治ったんだけれども貯留液っていって、こう水がたまったような状態になる。まあこれは急性中耳炎の後だけじゃなくて、鼻が悪かったり常に鼻がぐずぐずしているような場合ね、まあ、耳の中は空気で入れ替えされてんだけど、それがうまくできないと水が溜まったりします。でこういう状態でも、耳の中に水があって振動しにくいので聞こえが悪くなるので、まあ、薬で治る時もあるし、まあ、例えば鼓膜を一時切って中の液体抜いたら自然に閉じるってこともありますけれども、
まあ、何回も繰り返す場合にはこういう管を入れてここの中で空気の入れ替えしてたまらないようにするとかね、そういうこともしてます。でこういうのが電音難聴というものですね。まあ、これは別のもう一個で、まあ、ひどくなると鼓膜に穴が開いて慢性の中耳炎になるとかね、まあ、いろんな病気がありますけれども、こういうのが電音難聴です。耳の中に、まあ、骨が増殖してくるという病気があって、まあ、これによって耳小骨が動きが悪いという病気がありますが、この時にも難聴になりますので、この時には硬くなったところの、ね、骨を取ってそこを手術するっていうのがあります。これ耳の穴の中だけでできる手術なんですね。これ右の耳で、これ奥鼓膜でちょっとハレーション起こして申し訳ないんだけど、まあ、鼓膜のそばのところの皮膚を切って鼓膜をこうめくると中に耳小骨が見えてきます。これが絹田骨、これがアブミ骨だけど、これが動かないので、まあ、レーザーで周りとのくっついているところを焼灼してこのくっついている骨を取ってしまうと。で取った代わりに、これで大体ね3ミリぐらいの長さですけど、代わりに新しい人工の耳小骨をここに入れてあげることによって、まあ、ちゃんと振動が伝わるようになって聞こえが良くなるということになります。で音の伝わる難聴っていうのは、まあ、さっき言ったように耳の穴がなければ作ればいい、鼓膜に穴が開いていれば鼓膜の穴を閉じればいいし、水が溜まっていれば抜いてあげればいいし、たまらなくしてあげればいいし、音を伝わる骨がくっついてたらくっついての外してあげるとか、動かなければ動くように代わりのことをしてあげればいいと。これは音のエネルギーが伝わるためにしてあげればいいと。要するに手術すれば治る、または耳垢みたいなのを取れば治るということで簡単なんですけれども、まあ、簡単って表現は悪いけどね、なんだけど、それよりも中の神経の障害の場合にはなかなか話が大変です。ちょっとこの辺はちょっと難しいので飛ばそうと思いますけど、まあ、神経の難聴ね、より中枢の脳幹とか神経の方の障害の場合と、さっきの音を伝える細胞ですね、電気信号に変える細胞の障害と2つあります。でほとんどが細胞の障害です。神経の顔難聴はね、ほとんどが細胞の障害 でこの時には補充現象といってですね、ちっちゃな音は聞こえないんだけれども大きな音はやたら大きく聞こえちゃうというような現象が起こります。でこれは何でかっていうのは、先ほどの外毛細胞がよく動くと小さな音の時は増幅しているんだよって話が分かってくれると、まあ、賢い皆さん分かると思うんですけど、小さなところの細の障害、音を大きくする機能が悪くなるので小さな音は聞こえないんだけれども、それよりも大きくなると自動的に振動は伝わるようになるので、まあ、音を感じる方の細胞が、ね、残っていれば割と分かるということが残ります。でこれ代表的な例をいくつかお見せしますけれども、例えば脳の腫瘍ですね、聞こえの神経のそばにもう一個バランスの神経も走ってるんだけれども、そこのところから例えばここに脳腫瘍ができたとします。そうすると脳波で調べると音の伝わるところにこういうふうに波が出るので、蝸牛から音を入れてやると蝸牛神経、蝸牛神経核、上理深く蝸牛というふうにそれぞれのところで波が出るんだけど、この蝸牛神経のところのそばところに病変があるので、ここから後のところの反応が出なくなるというようなことで診断がつきます。これ例ですけれども、この1番というの上側が正常の波形ですけれども、ここのところで神経が圧迫されると神経の伝導速度が伸びるので、これが伸びたり、または人によってはそれから後の反応が全く出なくなるというようなことで診断がつきます。まあ、今だと MRI というね、こういう画像でだいたい診断つきますけれども、まあ、難聴があって原因が分かんないんだけれども出てきたという場合に、こういう脳波を取るとすぐ分かるということがあります。でこういうのは取ればいいですね。であと最近のお子さんなんかの場合に問題になっているのは、1000人生まれると2人ぐらいが高度難聴です。で1000人のうちの1人は両側とも全く聞こえない近い高度難聴なのですごく問題です。で残りの半分は片耳だけが聞こえないとか、そういう人になります。でそのうちの1000人のうちの1人が難聴なんだけれども、そのうちの半数が遺伝的なものだということが分かっています。ただ遺伝的と聞くとね、皆さん例えば家族の中に
難聴の人がいて、難聴なんだから遺伝的だなと思うかもしれないんだけど、ほとんどの病気は上染色体劣性遺伝というパターンを取るので、まあ、例えば今のような核家族で、まあ、両親のね、おじいちゃんおばあちゃんはいて、両親がいて、あと自分の兄弟ぐらいしかいないと、またはお父さんお母さんにも兄弟が一人ずつぐらいしかいないとなると、まあ、分かる親族の範囲で限られてるよね。でそういう中に同じような病気がなければこれ遺伝じゃ絶対ないと思うかもしれないけれども、ただしそうやって分からない病気の多くは遺伝的な原因です。これは皆さんも知ってると思いますけれども、上染色体優性遺伝っていうのは、まあ、あのお父さんお母さんからもらう遺伝子の1個だけでも病気をもらうと病気になりやすいと、ね、全員がなるわけじゃないんだけれども、なると極めて浸透率が高いものが優性遺伝です。ところが劣性遺伝っていうのは、片一方のお父さんお母さんのどちらかからそういう病気の遺伝子をもらってても、もう一つの人が健康な遺伝子を持っているとこれがちゃんと機能してくれるので障害は出ません。でたまたま両方からそこのある、ね、あの遺伝子というかある物質を作る、タンパクを作るようなものがうまくできないということが起こると難聴になります。でこれが、上染色体劣性遺伝と言われているものだけれども、こう例えばお父さんもお母さんも健康と、白黒白黒とたまたまそうなった場合に、そうすると4分の1の確率で黒黒が来ることがあると。そうすると家族の中でもお兄ちゃんは正常、次男も正常、でも三男だけが病気ということがあって、で実は遺伝子の検査をするとそれは遺伝子の病気でしたということはあるということは分かると思うんですね。でこれ日本人で一番多いとコネキシン26っていうあの、まあ、ギャップ結合タンパクっていうところの病気なんですけれども、この顆粒の中でこの青く塗っているところにとこれだけの範囲で存在しているタンパクです。でと隣り合っている細胞と細胞の間にそのちっちゃな穴があってね、そこでイオン輸送をするというのの構造にと極めて重要なタンパクなんですけれども、まあ、これの異常ですね、遺伝子の異常を持っている人っていうのは、まあ、民族によってちょっと違うんだけど100人のうちのだいたい2人から3人ぐらいはキャリアっていって白黒だということは分かっています。そうするとたまたま結婚して、ね、2-3% の人同士で結婚する確率ってそんなに、ね、低くはないよね。でそれでお子さんが生まれた場合に白黒でなおかつ4人生まれたら1人生まれるとすると結構な確率ねで出てくると、難聴の子が出てくるということは分かると思うんですね。でこれが日本人の生まれつきの難聴の場合の半分が遺伝性難聴で、そのうちの約半分がこの遺伝子だということが分かっています。でこういう遺伝子の検査っていうのはもういろいろやられてて、今耳鼻科では難聴の原因遺伝子、こういったちっちゃな子で難聴が来た場合に周りがいなくても調べると、まあ、ほとんどかなり分かってるので、それであなたのお子さんはこれが原因で難聴で遺伝的様式がこれであって、将来的には他にもねこういう遺伝子が異常があった時に他、まあ、この病気ではないんだけれども、他にも例えば甲状腺に病気が出てくる可能性がありますよとか、心臓に実は心電図の異常とかがあって注意しなきゃいけない病気がありますよとか、そういうことも分かるようになっています。ですので遺伝子の検査がどんどん普及するということは大事なことになります。で今言った高度の難聴で生まれた場合どうなるかということなんですけれども、昔は補聴器しかありませんでした。補聴器っていうのは音を大きく聞かせるようなものですね、まあ、もちろんそれだけじゃないね、大きいだけだと割れて聞こえるので、大きな音、急にポンと大きくなった音は大きくしないとか、まあ、周りのノイズで雑音を下げるとか、いろんな機能が今ありますけれど、まあ、基本的には音を大きくする機械です。ただしですね、難聴が高度になる、難聴が高度になるということは耳の中にある細胞の数がかなり減るということになるので、減った場合にいくら音を大きくしてもそれを聞いて興奮して電気信号に変えてくれる細胞の数が減ればですね、十分な情報はもう伝わらないということは分かると思うんですね。なのでこう高度難聴ね、重度難聴になってしまうと実はもうあんまり手がなかったんです。で生まれ、さっき言ったように生まれつきの子供で聞こえない場合にどうなったかというと、まあ、耳が聞こえないので手話を使って、まあ、いわゆるろう話の人ですね、コミュニケーションは手話とかそういう、また書いたりして伝えるということになりました。ところが今の新しい人工管楽器によってそれが治るようになりました。
こう大人の人の場合にはね、人工内耳はもう聞こえなくなる、例えば髄膜炎とか特殊な病気でボンと聞こえなくなった場合には、もともとね脳まで発達しているからと人工内耳というのを入れるとよく聞こえるようになるんですね。とか小児の場合には生まれつき聞こえてないと脳が発達しなきゃいけないということになります。まあ、皆さんが生まれた時から聞こえてたわけじゃなくて、喋っていくね、育つ過程でどん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 言葉を覚えて、最初はリンゴとかね、ニャーニャーワンワンとか言ったのが、だんだんリンゴとか赤いとかいう具体的なことから覚えていくうちに、だんだん悲しいとかね、そういうエモーショナルなことも分かるようになり、言葉も一つの単語から二つの単語使って三つの言葉ね、で助詞も使って受け身も分かってっていうふうに発達して過程があった。それは現象論としてはそうだけれども、それを理解するために神経のネットワークがどん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 発達していって、ただ単に音を聞いているだけじゃない聴覚連合野のところがどんどん神経が発達していって、そういう情報ができるんだ。でその上に上乗せすることで、皆さんは第二外国語とか外国語とかね、母国じゃない言葉も理解するようなことができるようになっている。ただ赤ちゃんの場合には、聞こえなかった場合にはそういう言語獲得期がないので、それを過ぎてからだといくら人工感覚器で、ね、音を入れたっても分かんないんです。で言葉の獲得の期間っていうのはせいぜい 5,6 歳だと言われています。アバロンの野生児って言って、狼に育てられた子が10歳かな11歳かな見つかって、その後訓練して育てられてますけれども、まあ、手づかみでっていうのはなくなって、少しフォークとかナイフ使えるようになって、まあ、洋服もまあ一応言えば切れるようになったけれども、何言ってるか分からない。それは言葉として理解できるには、もう言語の中枢が獲得成長するのが 5,6 歳までだということで、それを過ぎてはもう発達しないので早くしてあげる必要があります。なので先天性の難聴でも子どもでは適用なんだけど、早くしなきゃいけないということになります。でこれがシステムですね。これは中に入れる機械と外の機械とあります。ちょっと説明を飛ばしてやりますけど、まあ、音が入るとね、マイクロフォンで情報処理します。でそれを、まあ、信号処理装置、もっと今きれいに小さくなってますけど、そこで変換します。音の情報を処理して電気信号に変換して、体外にある機械に飛ばせて、ここはね磁石同士でこの体内機械とぴったり合うようになってるんですけど、そこで電磁波で飛ばして、で中でまた電流に変換していって、中の神経に伝えると。でこれ実際のところですね。人工内耳は高度から10度感音性難聴の高さが手助けとなります。人工内耳は体内部のインプラントと体内に装着するスピーチプロセッサーと呼ばれる2つの部分から成り立っています。スピーチプロセッサーによる小型マイクが拾うことコード信号に変換され送信コイルに置かれます。送られた信号は送信コイルから皮膚の下にあるインプラントに送られます。体内部のインプラントはコード信号を電気信号に変換し電極アレイに送ります。これが下流にある聴神経線維を刺激し大脳で音と認識されます。で先ほど言ったこの音のエネルギーを電気信号に変換する細胞がダメになっているわけなので、それをバイパスしてその次にある下牛神経というところに直接電気刺激をするという機械です。でこれが、まあ、装着した例ですけれども、まあ、ちっちゃなお子さんで装着してます。ここについてますけど、まあ、ここに磁石が見えると思いますけど、外側の磁石と体内部の磁石とがピタッと合うことによってずれないようにして送ってます。なので外側はエネルギー使うので電池とかでね充電してやる必要があるけれども、体内部は全くエネルギーいらないようになっているので、合わせるだけで済むという機械です。一回手術すれば一生ものです。で私たちの言葉とかそういうのにどういう情報があるかなんですけど、まあ、音っていう場合にですね、基本的には高さ周波数ね、低い音ブーととか高いキーって音まであるよね。であと小さい音と大きな音あります。あともう一個音色っていうのがあるんですけれども、音色っていうのはそういうものの組み合わせですね、パターンです。なので基本的には高さと音大きさで処理できます。これ入れた状態でこう電極ピカ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 光ってますけれども、まず高さのところを確認すると、耳の中には実は最初正常のところにちょっと飛ばしたんだけれども、低い音は先の方で高い音はこの入り口のそばで聞こえるというふうなに特徴があります。ですので入れた電極にそれぞれ情報処理したものの低い音は低い音の神経の方の電極で、
高い音は高い方の電極で刺激してあげれば位置は決まると。でこれが例えばチョイスっていうね音を情報処理したスペクトログラムですけど、横軸が時間、縦軸が周波数です。でこれはチョっていう音ですね。チョって割と低いところはチョで、お、あ、チョ、イかな、イで最後のスはスって音ですね。とスは高い音だってわかるよね。なのでチョ、イ、スと、でこれはだいたい4ミリセカンドごとね、1秒間を250に切ってそれぞれの時間帯でどこにエネルギーがあるかっていうのをと記録したものです。でこれに合わせてこの情報を処理したコンピューターで処理したものを、まあ、いくつかのと刺激の仕方で、まあ、これどんどん違うパターンで今は主にこれ使われてますけれども、そうするとかなり似たような刺激パターンで刺激されているということが分かると思います。でリアルタイムで私が喋ってる音を1秒間に250に切って、で平均してだいたい6電極ぐらいが1回に刺激されるようにっていうのは、あの高いその期間内にものすごくあるところだけに周波数があれば別に6個刺激する必要なくて2個でいいし、もっとなんとなく雑音みたいにザーッとなっているところであればもっとたくさんいるかもしれないんだけど、そういうところは全部コンピューター制御されてて、それに合わせて刺激されるようになっています。でこれを刺激してあげるといいと。であと音の大きさについてはただ単に電流量ですから、ある程度電流を流していって一定の域値に達するとまあ聞こえ出すと。で音がどん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 大きくなっていくと、ね、電流が長強くなると当然のように音としては大きく感じて、あるところまで来るともうそれ以上はうるさいとか痛いとなる。なので聞こえ始めからうるさくなるところまでをここしか電流が流れないようにして、喋ってる会話で必要なところの音をそういうふうにコンピューターでちょうどいいところに調整してやることで分かるようになります。で先ほど入れた電極ね、あのさっきのディンコ内22電極がありますけれども、それぞれの電極で聞き取れる音からうるさい音までこういうふうにセットアップするということを術後にして、そしてと聞こえるようにします。でもね、例えば君が聞こえなくなったとするとね、人工内に入れてもらったとすると最初にこうスイッチオンした時に電流流しますよってこう書いてもらってね、聞こえたら言ってくださいって流れてきたら、あ聞こえました、で矢印でね、あだんだん大きくなってきました、あうるさいですって言えますよね。生まれた時から全く聞こえない1歳の子にやった時にどれだけの指摘な電流が流れてるかってどうやったら分かると思う？ねえ、うるさくしていったらギャーッと泣き出始めた、あこれは大きいんじゃないかなと。ちっちゃな音で鳴らしててパンパンって反応しないか聞こえてないかな、まあ、こんな原始的なことやってるとね、なかなかうまくいかないって。でとそのためにはこう刺激した時に直接神経からと記録を取ってね、それぞれの電球ごとに電流を流してると興奮すると電気こういうふうにね神経反応が出てきますので、そのこう神経の、ね、電流によって大きくなっていく振幅の増加と域値のところを見て、それを今までの小児の場合のパターンと成人の場合のパターンで、だいたい得られた域値でこれぐらいだと最終的にはこれぐらいの電流量でフィッティングされるというデータがあるので、それをもとにプロットしたものがこれです。そうすると全くこの上に並んでくれるわけじゃないけれども、かなりいい相関があるということが分かりますよね。なのでこういうのをもとにして子どもの場合にはセッティングします。でこれができるようになったので、ものすごい熟練した人じゃないとわからないということはなくて、機械のもとにある程度それ域値を決めることができるようになったということになります。ただですね、よりさらに中枢がダメな場合、例えば聴覚ね、さっき言った蝸牛の有毛細胞がダメだったらこれでいいんだけど、もっと奥の例えば聴神経腫瘍とかで奥の神経がダメになったらどうなるか、蝸牛に電極入れてもそれよりも脳に近いから伝わり悪いよね。でこの場合にはどうするかということなんだけれども、と人工内耳を入れたのはここだけれども、この人工の、調整、あ地震ですか、そうするとここの脳幹ってところにね直接電極を入れると、いいと。これ例えば両方の神経のところに腫瘍ができる神経繊維腫瘍タイプ2と言われているものですけれども、まあ、こういうふうになるとですね、これ取らないと死んじゃいますから、
糧食取るということになるけれども、そうすると糧食の聞こえは全くダメになると。でこういう方にどうするかというと、このねより中枢の脳のところね、脳幹のところに電極を入れると。そうするとそこで刺激することによって音が聞こえになると。でこれが入れた実際の、まあ、外側の装置は同じなんですけれども、この脳のねここのところに電極を入れて蝸牛の神経核を刺激することで聞こえさせる。で最初の人工内耳の時はね、蝸牛に穴を開けてそこに電極を入れてあげればまず間違いなく入りますけど、脳は全部見た目全部脳だからね、ずれると違うとこ刺激するので、手術の時にちゃんと音を聞かせる、ね、電流でちゃんと先ほどの脳波みたいなものがきれいに出るかということを確認して、位置を確認するということを繰り返しするということで伝わるようになると。まあ、これが、いろんな人工感覚器ね、今他でも手足が動くとかいろいろあるでしょ。でもこれは本当にもう実用化されてて世の中に貢献している人工感覚器ということになります。それで最後の10分ちょっとだけめまいの話をします。で私たちは耳って言ったら何してって言ったら聞こえるって分かってると思うんだけど、もう一個大事な機能はバランスです。でこれはね生きていく上でものすごく大事なバランス機能なんですね。で体のバランスを司るものとして何があるかって言ったら、基本的に3つあります。1つは耳ね、今言ってるけど。もう1つ何だろう。体のバランスを取るのに。何を使ってバランスを取ってる？ん？前の景色、要するに目で見るってことね。視覚ですね。こういう例えば吐いた時になんか斜めになってる家吐いたらなんかおかしな感じするでしょ。なので目で見てちゃんと縦になっていると見るとも大事。もう一個は何がありますかね。これは例えば座って、皆さん今座ってるけれども、やっぱお尻とかでね、こう深部近くって言いますかね、こう重さを感じてるわけ。立ってる時に足のところで重さを感じてるわけ。なのでその3つでバランスを感じてて、それを使って体のバランスを制御しているのは小脳です。最終的には大脳が包括しているわけですけれども、小脳でバランスをとっている。で、その中の一番大事なのが実は耳であって、先ほどの難聴の子たちの、実は一部の子はバランスの神経も生まれつきやっぱりダメだったりすると、赤ちゃんで例えば4ヶ月ぐらいするとね、首が座って1歳ぐらいになるともう立ってちゃんとね歩き出すよね。それ全然できないですね。で首が座るのが8ヶ月9ヶ月とかもっと遅くなる時もあるし、1歳過ぎてもつかまり立ちができなくて、本当にひどい子の場合には2歳過ぎてからようやくつかまり立ちできるというぐらいになります。それだけバランスの中では大事なのが耳のバランスですね。でバランスにはですね2つありまして、これ耳の解剖ですけど、こっちの蝸牛っていうのが聞こえの方ですけど、大きく見えるこの三半規管と言われているもの、これ回転加速度です。でそこのところにあるのが前庭って言われてて、こう耳石って言われているもので、これは重心とか直線加速度を感じるものになります。で半規管ってね、例えばどういう時に一番刺激されるかというと、ティーカップだっけ、コーヒーカップだっけ、ティーカップっていうのかな、遊園地にあるやつね、ぐるぐるぐるっと回って止まった時みんなぐる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 回るよね。あとテレビで面白いので、こうなバットかなんか頭つけてぐるぐるぐるっと回って歩き出しましょうって言ったら、だいたいなんか変になるよね。スケートとかで訓練してる人はね別だと思うんだけど、やっぱ基本的にはそれで入ること回すことによってこの半規管が刺激されると。でそうすると止まった後にこう目のね変な動きが出たりするということで、バランスが乱れるということになります。なので半規管は回転加速度を検知する。でさっき三半規管って言いましたけれども、この一個一個のところの形がね、縦の方向と横の方向と、もう一個こうなんていうか XYZ の形になってる、3次元の形になってるわけ。なのでそれぞれの方向に回転加速度を理解することによって、この空間での自分がどういう単位にとってるかということも分かるというふうになってます。でこれはその電気刺激したらどうなるかってね、これは東大のね昔の先生がアメリカに留学した時にやったんだけど、それぞれの半規管のところに電気刺激をすると、それぞれの半規管に相当したところで目がくるくるくるっと回ると、その向きにねということをやって、こういうふうにぐるぐる回るんだということが分かったものですね。
でもう一個、この耳石器っていうのは神経の上にね、細かなこう石っていうんだけれども、まあ、あのちょっと、まあ、粒々のですね、ゼラチンみたいなものが乗ってて、まあ、これが位置が変わると、もうさっきの聴覚と同じようにこうたわむことによって興奮するということでと分かると、まあ、こういうものがあります。でこれらを使ってバランスを理解しています。でこれ実際に目が回うと、まあ、これでちょっとこの今日の講義のスライド最後になりますけれども、あの目が回うって、ね、めまいって何かって言ったら、あの本当に目が回うと。でこれ昔の古事記のところからめくるめく思いじゃないんだけれども言葉が出てて、障害を受けるとぐるぐるぐると回る、目が回ると。で実際目が回っている病気を見せます。で、まあ、もちろん他のね、今 MRI とか脳の画像診断とかで脳の中でどういうことが起きているかとか中枢の病気の時分かるんだけれども、それ以外にも本当に耳の中の病気でね、めまいがあった時のことが分かります。今から代表的な中枢の病気で、上下方向とかねに入れるものはこれ中枢の病気です。あとくるくるっと回るのも小脳の病気でも出ることあるんだけれども、多くは寝たり起きたりするときに出る病気で、あのサッカーの澤選手が、しばらくめまいしてて試合に出れなかったって覚えてますかね。なんでかって言ったら、耳石の上に乗っている耳石が落ちて三半規管の中に入ってしまったんですね。そうすると寝たり起きたりするときにその入ったものがコロコロコロっと動くことによって神経が刺激されて動くとめまいすると。耳石っていうのは年取ると実は脆くなってきて、まあ、年寄りのなんかの人でちょっとしためまいが起こりやすくなったりするんだけど、外傷の後とかね、その石がポーンと飛んでそういうふうに起こることがよくあります。その代表的なものをお見せします。まず中枢のめまいね、お見せしますね。これ下向きにこう出てる眼振ですね。でこういうのは、中枢です。でこれはくるくるっと回っているもので、あ、ちょっと出が悪いかな、ちょっと悪いね。少しビデオが今一つで悪かった、申し訳ないね。まあ、こういうふうに出るというのが特徴ですね。ちょっと駆け足で、終わりましたけれども、まあ、これで難聴とめまいの大体の話を終わりにしますので、あとはじゃあ質疑でお願いしたいと思います。ありがとうございました。